フィリップ一世は、フランスのブルゴーニュ公。フィリップ・ドルーブルの通称で知られる。オーベルニュ博フィリップとオーベルニュ女博、ジャンヌの一人息子。ブルゴーニュ公ウード4世の一人息子であった父が、誕生と前後して創生したため、祖父の死後に4歳で、行位を継承した。母ジャンヌは1349年に、フランス王ジャン2世と再婚している。1349年に、 祖母ジャンヌ3世から、ブルゴーニ伯領とアルトワを、1350年に、祖父ウード4世から、ブルゴーニ公領を、1360年に、母ジャンヌからオーベルニューとブローニューを相続した。1357年に、また10枚にあたるフランドル女白、マルグリットド・ダンピエールと結婚したため、さらに、フランドル、ヌベール、ルテル、アントウェルペン、ブラバンと広告。 リンブルク公国を獲得するはずだった。しかし1361年、センペストのために15歳で創生した。フィリップの死により、祖父母の医療の継承者は断絶し、演者によって所領は分割された。ブルゴーニュ公国は、フィリップのママ父で、ブルゴーニュ公ロベール2世の孫である、ジャン2世が獲得した。ジャンの3世の妹マルグリットは、 ブルゴーニュ伯領とアルトアを獲得した。オーベルニュ博領とブローニュ博領は、母方の王子にあたるモンフォール伯ジャンが獲得した。相続権を主張する者は他にもいて、ロベール2世の長女、マルグリットの孫であったエブルーハクシャルルは、長系相続者として、ブルゴーニュ行為を要求した。しかし、1363年に、シャルル5世が差し向けた、傭兵隊長、 ベルトラン・デュー・ゲクランの軍勢に敗れて、要求を放棄した。1363年、ブルゴーニ行為は新たに、シャルル5世の弟フィリップに与えられた。ありがとうございます。